おはようございます。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。今回今村豊さんにお会いする機会があったので、お仕事終わりに日本一早い今村豊さんのグランプリ予想というのを聞いてみました。では今村豊さん、今日はよろしくお願いします。玉川のチャレンジカップが終わってグランプリのメンバーが出揃いましたが、その前に玉川のチャレンジカップの優勝戦の感想をお聞かせください。そうですね、第一にやっぱり辻選手がですね、グランプリの圏外から一気に優勝して上位まで上がってきたな、最後に素晴らしい追い込みを見せたなというふうに思いますね。選抜戦では白井英二選手が6枠から1着勝負のトライアル2に向けての勝負がけで見事3コースまくりで勝利しましたね。まあ、白井選手はですね、もともとベスト6に入ってましたからほぼほぼ大丈夫かなと思ったんですけれども、やっぱり最後の最後にちょっと逆転の可能性が出てきましたんで、そういった意味でその選抜戦で一着取ったっていうのがね、ここは大きい大仕事をしたなっていうふうに思いますね。グランプリに乗ってくれるだけでも嬉しいんですけれども、ここはベスト6という場所まで来てるっていうのはやっぱり私からしたら嬉しいですね。トライアルメンバーが決まりましたが、まずトライアルファーストの11レースのこのメンバーを見てどんな印象を受けましたか？やっぱりいいメンバー揃いましたね。この SG だけでなく記念も含めて、やはりいつも活躍してくれてる選手が揃ってますし、この11レースを見るにあたって辻選手がね、やはり最後の勝負がけ、それとダービーですか、連続して優出してきてますし、調子も上げてきてるんで、辻選手もこの1号艇で乗ったということもすごく大きいことだと思います。ですからセカンドに向けても大きく前進するのではないかなというふうに思いますね。なるほど。続いて12レースのメンバーですが、こちらの顔ぶれを見てどんな印象を受けましたかね？このメンバーを見ますと、やっぱりそれぞれに特徴のある選手が揃いましてね、前本選手なんかももう7位で本当に残念だと思うんですけれども、トライアルファースト1号艇を取りまして、エンジンも出してきますしね、彼はどんなエンジンを引いてもグランプリに出てくるエンジンはそこそこのいいモーターなんで、完調に仕上げてくるんじゃないかとというふうに思いますし、石野選手は地元でありますしね、勝手知ったるプールということで、これもプロペラなんかの調整にはもう間違いないというふうな調整してくると思います。で、菊池選手なんか見てもスタート行きますしね、うちの3艇の選手なんかも本当に生ぬるいスタートを切れないなと。池田選手なんかももともと帝王に近いような選手でしたからね、きっといい仕事をしてくれるでしょうし、西山選手6号艇にいるんですけど、西山選手はもうこのグランプリそのものをね、本当に盛り上げてくれると思いますね。両方のレースに言えるのは6枠の新田雄志選手、西山貴博選手が進入でどう動くかがポイントになってきますか？トライアルファースト短期決戦ですのでね、一つでも着順をミスってしまうと、もうセカンドに向けてすごく苦しい立場になりますのでね、そんな中やっぱり枠が悪いので、もう元々捨て身ででも勝ってやろうっていう気持ちでいくと思います。ですから両名ともね、ひょっとしたらやっぱり前付け策あると思いますし、かといって他の選手もね、簡単には入れてくれないと思うんですよね。ですからどういう進入になるかはちょっと難しいとこはあるんですけれども、ひょっとしたら全スロっていう形も起きるかもしれないですし、そんな中はやっぱりこのメンバー見る限りではね、本当に素晴らしいいいですしてくれると思いますね。6枠からの進入といえば、12回大会で今村さんが6枠からインを取って場内をざわつかせたこともありましたよね。あの時のことはね、今でもすごく覚えてるんですよ。1号艇が西島選手でしたけれども、インをまさか取るとはファンの人誰も思ってなかったと思うんですけれどもね、当時スタート展示っていうのもなかったですし、不意打ちができたんでね、ここ一番やっぱり勝負どころだなと思って私も行ったんですけれども、もうタンマークを取り切った時に場内のお客さんのどよめきが、普段だと
そうそう簡単にどよむきって聞こえることないんですよ。エンジンかかってますのでね、エンジン音に消されてそこまで聞こえることないんですけど、そのどよめきが聞こえた時、私自身もすごく鳥肌が立ったのを今でも本当に思い出しますね。なるほど。では続いてグランプリで優勝するために一番大事なものって何だと思われますか？もうね、ここに来た選手の技量っていうものはですね、そんなに差があるものではないんですね。まずいいモーターを引く、そしてプロペラ調整を正解出す。で、墨の絵はですね、淡水ですし、グランプリとなると12月末なんで、すごく水温が下がってきて冷えるんですよ。ですから回転の合わせるっていう作業が本当に難しいとこでして、でもそんな中ね、やっぱり優勝するような選手っていうのは調整しっかり合わせてきてました。私からしたらやっぱりその調整をいかにうまく早く合わせれるか、それとですね、ファーストステージなんかの初日のレースはもう枠決まってます。昔は決まってなかったんですけれども、私がした頃は抽選でして、だからこの抽選力もね必要であると。だから2日目確か抽選になると思うんですけれども、そこの抽選が大事になってくると思います。ですからファーストから出場する12人の選手っていうのは本当に2日目の抽選運もすごく必要になってくると思いますね。これは本当にすごくいいアドバンテージですね。すごく有利に運んでいけると思います。でそれと同時にこのセカンドに入った時、ベスト6に入った選手なんかは特にアドバンテージはすごく高いと思いますので、優勝へは一番近い存在になってくると思いますね。今村さんから見た今回のグランプリの舞台となる墨の江の水面というのはいかがでしょうか？墨の江さんは本当にいい水面なんですけれどもね、グランプリっていう競争に関して言えば先ほども言いましたけれども、本当に気温が下がって水温が下がって、水温下がったり気温が下がるとですね、モーターってすごく回転が上がってくるわけですよ。でその上がりすぎの状態を避けないといけないのに、私なんか特に避けきれなかった、プロペラ調整で正解が出なかったということが多々あるんですけれども、まあ、最近の若い選手なんかはね、いろんなプロペラの形も試してみる傾向にありますし、早く合わせてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そんな中ね、この全選手見て、何年か前でしたか、寺田選手と白井選手が一緒にグランプリ出場したことがあると思うんですけど、この2人がプロペラ調整失敗してたっていうこともあるんですよ。で私もいたんですけど、アドバイスはするんですけども、なかなか合わしきれない。でもその経験が今回に生かしてくれるんではないかなと、白井選手ですね、思ってますので、個人的にはなるんですけど、白井選手すごく期待はしてるんですけれどもね。僕たちボートファンがこのモーター出てるなとか、ちゃんと合わせてるなど見極めるのに見るべきポイントってありますかね？周回展示入りますよね。その時にキャビ出してたりしたら、まず間違いなく合ってないと思います。もちろん初日のレースを見られてキャビ出してたら、多分その選手も合ってないと思います。本番の方がやっぱり思い切ってレースしますので、キャビ出せる可能性は高いんですけれども、そういった傾向のある選手は次走る時に本当に合わせてるかどうかっていうのは疑問符をつけていいとは思いますね。とにかくキャビ出してるかキャビ出してないかっていうところの見極めをね、特に見ていただきたいと思いますね。なるほど、ありがとうございます。今年はベテラン選手の奮闘が大きかったですよね。そうですね、この18名を見て、私からしたら若い選手なんですけれども、現代競艇を見る中でベテラン勢頑張ってるなと思います。で浜野谷選手なんかでもね、私なんかに近いんですけれどもね、先ほども言いました前本選手なんかも近いですし、若手もちゃんと乗ってきてますしね、今もう時代を引っ張っていくぞというような若手もたくさんいる中で、このベテラン勢ぜひとも私からしたら頑張ってほしいなというふうに思いますね。では総括して、今回出揃った18名のグランプリメンバーに一体どういった走りを期待されてますか？そうですね、まあ、全体の今18人の選手を見まして、
トライアルセカンドからのグランプリ出場権6位まで入った選手のアドバンテージはすごく大きいと思うんです。っていうのもですね、モーター抽選も上位6機を引けるっていう、この上位6機を引けるっていうのがすごくアドバンテージになると思うんですね。でましてやセカンドの初日1枠から3枠に乗ってきますしね、この6名の選手がシリーズをですね引っ張っていくとは思うんですけれども、かといってこの他の12人の選手、トライアルファーストから出場する選手もですね、結局勝ち上がってきた選手が残ってきますので、グランプリ競争にふさわしいいいレースが展開されるのではないかなというふうに思います。私が見るにはもう峰選手が賞金トップで乗ってきてます。で峰選手といえばやっぱりこの今年ボート界一番に引っ張ってきた選手ではありますし、ファンの皆さんもね一番優勝候補として挙げられるとは思いますけれども、たとえ峰選手といってもですね、この他の17名の選手を見たらうかうかしてられないぞという、そういったメンバーが揃ってますので、本当に素晴らしいいいレースが期待できると思います。直感で結構です。ズバリ誰が今年のグランプリを優勝されると思いますか？一番目はやっぱり峰選手でしょうかね。今年の実績からしても峰選手がもう可能性的には高いとは思いますけれども、心情的には私の弟子である白井選手もね、SG の優勝こそなかったんです。このベスト6入ってきてるっていうことは、一層一層やっぱりしっかり稼いできた結果なので、白井選手もね決して調子は悪くないと思ってますので、追随できる力はありますし、倒すのであれば白井選手、すんなりといけば峰選手というふうに私は思ってます。では最後に、この動画をご覧になっている視聴者の皆様に今村さんからメッセージをお願いします。いよいよグランプリ開催されます。で今も残念ながらコロナ禍の中でですね、レース場の方になかなか足を運んでいただくことができないと思います。多分抽選になると思います。ですから画面越しで応援していただくようにはなるとは思いますけれども、この18名が本当に今年の総括としても力いっぱい戦ってくれると思ってますので、ぜひとも画面越しであっても声援送ってやってほしいと思います。よろしくお願いいたします。今村さん、貴重なお時間本当にありがとうございました。すごいわこれは、ちょっと泣きそう俺。ありがとうございます。